テレビゲーム市場の展望でございます。どうも昨今はこのテレビゲームというものに対してよく知らない方々がどん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 いろいろなことを書いたり喋ったりされるのでおかしくなってきてるわけです。愚策は愚策、打策は打策、面白くも楽しくもないものはダメソフトなんです。社長48年目の任天堂山内はゲームの歴史を作ってきた。その自負がソフトは数ではない。